キャリアを占う大一番に向け、フィリピンの猛者が闘志をみなぎらせている。12月26日、東京、有明アリーナで、ボクシング WBC、WBO 世界スーパーバンタム級王者の井上直也、大橋と WBA、IBF 同級王者マーロンタパレス、フィリピンによる4団体王座統一戦が行われる。動画、 戦慄の45秒間世界を震撼させた井上直弥の圧倒的 KO シーンをチェック今年7月にスティーブン・フルトン、米国を破り、スーパーバンタム級初戦で2本のベルトを手にした井上。シワスに訪れる決戦でタパレスを破れば、テレンス・クロフォード、米国に続く史上2人目の2階級での4団体統一王者となる。無論、下馬評は井上有利の声が多い。 プロキャリア25戦無敗 22KO のモンスターはスピード、技術、そしてパワーで異次元のポテンシャルを発揮。あまたの名手たちをリングに沈めてきた。今年4月に行われたムロジョン・アフマダリエフ、ウズベキスタン、戦を制し、二団体統一王者となったタパレスといえど、叶わないという見方が強まっている。実際、フィリピンの大手放送局、ABS-CBN、 チャンスがあるとすれば、それは井上が彼を過小評価すること、と論じたほどである。それでもタパレスにとって、この井上戦が成果を高める潜在一遇のチャンスなのは間違いない。それを自覚する本人もやる気は十分だ。米ボクシングサイト、ボクシングニュースの取材に応じた際に、完全統一ということもあるが、自分にとって何よりも重要なのは井上に勝つという事実なんだ。 これは本当にそう思っている、と強調した。井上を上回る40戦を行って37勝。いくつもの修羅場をくぐり抜けてきた。そんなナサウスポーは、井上は様々なパウンド・フォー・パウンドで1、2を争う選手で、本当に優秀なスキルを持ったボクサーだ。完全無欠だ、とも言われているよね。だからこそ彼を倒すことが、ベルトの獲得よりも重要なんだ、と断言。 そして、下馬評の低さに持論を展開した。全く君にチャンスがない、と言われても何も感じないよ。それは大した問題じゃないからね。それにそういう風に言われるのは慣れている。前回の試合でも、周りから、お前にチャンスはない、って言われたし、彼、アフマダリエフ、が負けるはずがない、とも言われたけど、僕は勝てたんだ。 今の僕は本当にハードなトレーニングを重ねているし、最高のチームにも恵まれた。誰もが僕を勝てないと言っているけれど、僕は自分が何を、何のために取り組んでいるのかを知っている。だからチャンスは常にある。ハードワークさえすれば、不可能なんてない。さらに、僕は井上を KO できる。僕にもパワーがあるからね、と自信を覗かせた31歳は、井上には弱点がある。 と指摘彼の弱点はパンチを打つときに生じるわずかな隙だ。僕は打たれてもカウンターのパンチで対応するし、コンビネーションを仕掛けることもできると、怪物撃破を見据えた戦術の一発を口にした。試合開催がようやく決し、より自信をみなぎらせているタパレス。強く意識する打倒、井上を果たせば、ボクシング界を揺るがす波乱となるが、果たして。 文構成ここからネクスト編集部。